皆さんこんにちは、山崎たくみです。今回は気配りの壺、たくさんの方に読んでいただきましてありがとうございます。今回はこの気配りの壺がなんと映像となって皆さんのところにお届けできる形になりました。僕もワクワクしてます。どんな感想をお持ちになるかまた聞かせてください。人と人が出会って、その出会いが化学変化のようにまた新しい未来をアート作品のように作っていくような気がします。この出会った時のワクワク感、初めましてから始まっていく物語ですが、その物語がいかに、いいものであり続けるか、そしてさらに、お互いがワクワクを超えていく、形になっていくか、その中で生まれてきたのがこの気配りの壺、それだと思います。映像という形でお届けできること、とても嬉しいです。そして、この中で拾い上げたエッセンスをぜひ皆さんの毎日にお使いください。